沢子さんの苦しみを分けてほしい。お前といると自分が惨めなんだよ。悪いのは思いをちゃんと受け止めない人。健介、あの人が来てから変じゃないですか。ぐちゃぐちゃ、私見た。どう責任取るつもり。そういう八方美人で優等生ぶってるところがあったユキトを苦しめてたんじゃないですか。何もかも全部私のせい、全部私が悪いの。沢子、10月16日夜11時。マチカ、本当にごめんね。